はるみさん、こんにちは。アカンですよ。で、皆さん、ハードコートの編成どうしてますでしょうか？まあ、最近ですね、この新しく出た、これはちょっと古い方なんですけど、MVP 後継者おるじゃないですか。あれの対策として、この1キロ波がめちゃめちゃぴったりだよねっていうことで、この子結構増えてるかなと、もともと割と多かったんやけど、さらにまた増えてるかなと思うんで、まあ、今回はですね、この子対策プラス他のキャラにも結構有利を取っていける、この春を紹介したいなと思います。この子マジ強いよね。もうなんか全てのキャラ対策できるじゃないですか、実質ね。この子 SS 打ったら相手を改ざんすることができるんやけど、SS 改ざんの呪いを相手にかけることができたら、デュースまで相手の SS を高速ショットに改ざんするんで、これ高速ショットに改ざんするっていうことは SS の軌道が弱くなるだけではなくてですね、相手は特殊状態になれないっていう、これ結構やばくないですか。3体のうち1体が絶対使えなくなる。かつこの子は SS 初めに打った時はストームを打つことができるんで、スターストームをされたとしてもこの子で打っていけば問題ないっていうのもありますし、あとこの子 SS 打たずにですね、相手の SS を取るだけでハードストームで書き換えるっていう能力もあるんで、実質2回ストーム打つことができるんで、スターストーム2枚編成に対しても戦いやすいっていうのがこの子の強みとなっております。で、ラケットに関しては SS を早く打ちたいのであればルーシェラケット、GS 打った時に SS ゲージがプラス 20% して、かつ SS に10秒間かけるっていうこのラケットですね。これか、俺は割とねこのオラクロオブラーハを押しております。まあ、これを持たせることによって、ハルってあんま得点力ないんですよ。結構走りがめちゃめちゃ速くてボレーも加速ついていいんやけど、あんまり得点力生んでいけないから、俺はこのオラクルで30秒間に1回ですね、速い球を打つことによって得点をしていくっていうのがいいんじゃないかなと思っております。ということで、今からこの春で戦ってきた映像っていうのを見ていただけたらなと思います。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけで1戦目見ていきたいなと思います。相手の編成はラムと一色いろはとレムということで、先ほど言っていたスターストーム2枚編成となっております。まあ普通でストームキャラ1体しか入れていなかった場合は、まあ相手が一色いろはで SS 打ってスターストーム張ってきますと、そしたらまあこっちもハードストームで塗り替えたとしても、またラムで SS 打たれた場合、正解かストームショットをもう一度張ることができるんで、バックで返球した時に10秒間 SS 封印というめちゃくちゃ厄介なねコートを、もう試合終了までずっと展開されるっていう感じなんで結構やばいんですけど、この春がいればですね、そちらの問題を解決することができます。まあ相手が SS 打ってきました、その時にこの子で SS を取ることによってハードストームにまた書き換えて、で相手がまたスターストーム打ってきたとしても、またこの子で SS 打てばハードストーム打つことができるんで、まあ、全て解決というわけですよ。結構良くないですか。しかもまあ先ほども言った通り改ざんでね、まあアナゼなんか今の環境いないんですよ。その改ざんを、呪いをね、この回復する方法っていうのが一つだけあって、そのサイリアアナゼで SS 打って祝福を打つっていう方法があるんですけど、黒の後継者の使用率が 40% 以上、かつそのサイリアアナゼってあんまりね今の環境キャラたちに勝っていけないっていうのもあって、あまりですね相手に来ないというか、もうほんまに1ヶ月ぐらい当たってないなという感じはするんで、もう春の天敵が一切いないという感じなんで、まあ、この子のもう生きやすさが尋常じゃないと。で、まあこれで、ね、全然どちらも SS 打ってないかなと思うんですけど、さっき言ってた通り相手は先に SS 打ってしまうと俺に2回ともハードに書き換えられてしまうので、 SS は打ちたくないと。で、まあ俺はもちろんその相手にスターストーム、こっちが SS 打った後にスターストームされてしまうと、スターストームのまま戦わなければいけないという状況になるので、お互い SS を打てない状況が続いていて、なのでまあこうやってね PS 戦になるわけですよ。まあ一色色はね、この飛び散る球はまあ正味まあ見えるじゃないですか、着弾で見えるから多分取れると思うんで、まあそっから5打球に1回しか飛んでこないんで、その間にボレーで決めるか、このオラクロブラーハかなんかで、まあ、手を決めてあげるとまあ結構いいんじゃないかなと思います。なので僕はオラクロブラーハを結構押してる感じなんですね。これ良くない、なんかかえって PS 戦になるっていう、面白くないですか。いや、これはやってる時すごい楽しかったですね。まあこれ多分ね、どうにかして点決まったかなと思うんですけど、まあ今からですね、昨日ライブ配信での映像を見ていただけたらなと思います。ということで、どうぞ。数学わからないというより物理キモい。あ、俺物理をまず習ってない。その、高校物理のという選択肢がなかった。あ、以上あったんやけど、二人しか選ばんかった。いっぱいおる中で。ビビるやろ。ビビるぐらいみんな物理嫌いやから。みんな英語の授業を選んだから。だからさ、金曜日はもう1限から6限全部英語みたいな。ほんまはってか、その物理選んだ人は、5限だけ英語で、だけってか5限もめっちゃ多いけど、5限英語で、1つ物理みたいな感じで息抜き的なんが、息抜きではないのかな？もっと頭使うからしんどいかもやけど、英語ずくめではなかったわけよ。それを考えると、な、結構恐ろしいね。よし、これ勝ったでしょ。え、SS にしてきた。あ、いいやんな。相手の SS カウンターすれば、ハードストームに戻る。だから、何も怖くない。しかもこれ、めっちゃ春強いやん。いや、一色いろはさ、やっぱ MVP 後継者の対策って言われてるやんか。だから、それで増えてるからさ。いや、これ打たない方がいいよな。だって、あの子でこうへんやんな。
あ、来るか。あ、来てもそんな怖くないか。あ、待って。交代風にかかってるの忘れてたな。待って、あえてガルガとシャルがおるってことは、シャルちゃうわ。ミエがおるってことは、シャルは絶対出したらあかんやろ。ってなると、俺はこの子を改ざんしたらいいのかな。この子改ざんして、1点ここ絶対取ってこう。危なっ。え、そんな撃ってくる。まさか撃ってくると思わんかったな。あ、それはそれで、好都合やな。これで、まあ、いい感じに SS 貯めてから決めたいけど、そんなんしてたら、なんか失点しそうやから、とりあえず点取って、大体今、ミュウエが使える状態だと。で、俺はシャルで行ったら負けやから、後継者。でも相手一式イロハも使えるんか。うわ、難しい。じゃんけんミスったな、これ多分な。一式イロハを改ざんして、シャルで行かない。いや、でもシャルじゃないと得点力ないしな、俺。ピンチじゃん。お、何それ。やばいそれ。あ、危なすぎる。危なすぎるよ。あ、これ打てる、これ打てる。はい。いや、オラクルは普通に、俺、この子オラクルでいいと思うねんな。ルーシェラケットとか結構多いけど、オラクルで得点力を生んでいく方が俺は大事やと思ってる。これどうすん?いやー、これラリーするだけ損もしかして。ちょっとスルーするか。これで、まあ、相手がイロハで来たら、シャル出して、違うかったら、あ、違うの来た。悩ます、あ、ラッキー。よいしょ。え、マジ取られた。でも、一式キロ入ったら勝てるはず。この、スターストームなかったら。バックで返球して、すべて吸引。ただ、相手 SS 打てるから SS は取らなあかんな。うわ、これ SS って怖いな。オッケー。うわ、危な。あ、それか。ビビったー。うわ、危な。ビビったーのやつ来た。よしよしよし。これで俺は頑張って、ジャスト出す。あれ?あ、これ、ジャスト確定やな、多分。ウェーイ。春大活躍。どう見ても勝率全レートで統合したら 50% ないよね。どのキャラクターのこと言ってんの ?MVP 後継者のことなんか。めっちゃみんな後継者のこと酷評するやん。まあ俺持ってないからさ、全然なんとも言えんけど。よいしょ。俺130ダメージ。いや、後継者のこの、スマッシュの時の相手の体力のからし度合いがほんと気持ちいいよね。だから後継者は極力ボレーに行くのが俺的なおすすめ。うん、こんなことにはならないようにね。ミスった。よいしょ。ログ打ってくれへんかな。来てきた。いけて、ほら、これめっちゃダメージある。うわー、なんか相殺された SS 打ったことによって。ずるいってそんなん。よいしょー。SS ゲージが微妙に溜まってない。ああ、しかも交代風にかかってる。しかも相手まだ SS 打ってないから次失点したら、ああ、キャラクターができた。また交代風にかかるなーってことを話そうと思ったけど、大丈夫そうやな。こっち。くそ。相手こっち。おい。よかったでしょ。相手誰てくるか知らんけど。おお、これ。まあ、改ざんして。どうしようかな。誰で行った方がいいかな。いっか、このままで。うわ、アイテム貼るやん。いやー、マジか、オラクル、ちょっと端っこから撃とっかなーと思ってんけど。あれ、空振った。ミスったな。ドカン!イエスマッシュ。やったねー。